セミナーの集客、はい、あでもまあ動画がほとんどかなんか生成だとか使われる。いやもうガン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 っていうことですよね。もう書きまくってますよ。今日も今朝書いてから来てますから。さすがしんどいなみたいな。あのやっぱでも レター書くときってちなみにどこで書いてる？スタバですか？スタバです。ありがとうございます。いやもうスタバだけでもう行きつけのスタバがあるのでそこにだけは絶対誰も来てほしくないっていう感じですもん、ま、でも来るんですよね。いやもう、まあ、来ますよ。それ他の人とか同業者とかあの、まあ、知ってる人とかお客さんとか絶対来てほしくないなと思う。ああまあそうですよね。そうですよね。それは僕のセカンドオフィスなんで、ね、セカンドオフィス本当に自分で勝手にしちゃったね。もう勝手にしてますけども来てほしくないですな、あそこは本当に。なんか生成レター書くとき気をつけてることとかってありますか？はい、いやもうそんなんもうあれですよ。もうまあね、誰がもがそう言いますけど絶対リサーチですね。なるほど、リサーチですね。リサーチでもう実際にその人に会ってどれだけ話を聞けるかも全部決まると僕思います。あなるほどね、はい、会うんですねやっぱり。会いますよ。会ってもうほんまに拷問かのように聞いていくみたいな。拷問かのように聞く30分だけよろしくって言って今4時間経ってるみたいな。なるほどね。あでもある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 。めっちゃ聞いていくみたいなね、やってますね。僕も30分ぐらいで2時間行っちゃった。行きます行きます。絶対もう行きたい。本当申し訳ないんですけどいやもうでもね、もうそこですね。会ってどんだけ聞けるのか、そこが全部だと思います。僕はレターで細かいテクニックとかね、ヘッドラインどうのこうのってもありますけど、やっぱりこの素材集めでどういう風な切り口にしたら一番売りやすいのかとかですよね、うん、そこが分かるまで絶対書けないですよね。あなるほどね、なるほどね、うん、それなんか見つけるために何か知ることってありますは、やっぱり今やっぱ現場がちょっと減ってきてるんですけど、お客さんと会ってる時間はもう全てリサーチですね。常に。 なのでセミナー行ってる時とか一方的に教えていきますけど、あの休憩時間とか絶対話しかけに行きますし、あと毎回絶対懇親会やるんですよ、うん、どんなちっちゃいあのフロントのコンテンツとかでも懇親会をやっても聞く、うん、ひたすらそれを繰り返していきますし、あともうあのハウスリストにアンケート取ったりだとかするしますし、あともううちのスタッフだったりとかもうやっぱりもともとお客さんだったので、うん、もう聞いてうん、ひたすら繰り返してると思います、ね、あなるほどね、はい、話しかけて、はい、その時ちなみに何話すんですか？じゃあは、まあ、懇親会にしましょうか。あ懇親会ですか。懇親会だとやっぱりこう、まあ、当然ですけど今何悩んでるんですかみたいな。あもう王道ですね。もう王道ですけど何悩んでるんですか。そうです。もうそれから入っていきまして、まあ、結局問題解決じゃないですか。そうですね。のでもうなのであそこを本当にまあ、種集めです。常にいろいろ常にリサーチ続けてくると、なんかピーンってある日降ってくる降ってきたと思ったら行くみたいな。なるほどな、なるほど。これをひたすら繰り返します。ああなるほど。そうかそう。じゃあもう常にこう素材をこう拾ってって、はい、でどっかのタイミングであるんですよね。なんかそういうアンテナが立つ瞬間ありますあります。であもう来た瞬間もあったもそれいかにこうライティングできるかだけ。あなるほどね。そのアンテナ立つ瞬間って何がきっかけだと思います。わでもやっぱりいいスワイプファイルを持っていることも絶対大事だと思います、ね、あなんかスワイプファイル新しい切り口できましたね。もうでも結構アイデアとかがリサーチしていてなんとなくあるんですけど、最終的にやっぱりスワイプとかで、うん、なんか別の業界とかで僕の今思ってることをいざもうすでにやってる人おらんかなとか、あこういうふうな切り口で出せておらんかなっていうのが見つけられたらもうすぐつながっちゃいますね。はあ、あなるほどね、なるほどね。常にリサーチしながら、あとスワイプとかずっと競合のやつとか、なんかあの他社の別の業界のやつずっと常に見てるんですけど、見てる間であこれまさに俺がやりたかったやつになんかすごいイメージ近いと思ったら引っ張ってきて、はあはあはあ、それまあ4種類ぐらいかな、多くても集めてどういこうかみたいな、はあ、やっていくって感じですね。なるほどね。そっか。じゃあ自分の中でそのスワイプファイルとか、まあ、競合のやつも含めていろいろ持っておいて、かつそこの自分の中で常にやってるリサーチの素材が、はい、どっかでこうつながると、はい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 、そしたらガーっていくと。そうです。でもあとはもうあれですね、もうどれだけこう打てるかみたいな、打てるか早く打てるかみたいな感じですね。なるほどね、はい、じゃあやっぱ常にリサーチがポイント。もうそこだけは思います。ほんまにリサーチ、たまになんかね、なんかペルソナいませんとか言う人いるけど、いや無理やろみたいな。なるほどね。リサーチで言って根本的に全部無理やんみたいな感じは思ったりするんですけどもうリサーチで売り方とか切り口とかね、もう全部分かるので、うん、もうそこをただ形にするだけって感じですね、コピーで。なるほどな、はい、細かいところではなくてそこ、はい、まあまあその素材集めでほぼ勝負決まると、はい、
で結局だからそこが分からずにいきなりね、なんかライティングだけ形にしようとするけど、もともとそもそもだからそのコンセプト売れんのみたい なそのアイデア生かしてんのっていうところで滑ってたら、まあどんだけいいコピー書いても滑るじゃないですか。違うですね、はい、のでもうそこです、ほんまに一番大事にしてるのは。大事ですね。そうだね、なるほどな。まあ結局そのリサーチして、はい、悩みを見つける、まあ、その悩みの種を持っていく感じ。あ、まあ、そうです、そうです。結局何に悩んでて何を困ってんのかなっていうことですよね。ここをずっと聞いていきますね。あ、なるほどね、なるほどね。それ深掘りするんですか、それともいろいろこう広げるんですか。いや、深掘りしますよ。あ、深掘りなんですね。で、なんか選ぶ感じですかね。なんかいい感じの悩みの子がいたら、ちょっと電話番号教えてもらってみたいな今度スカイプしようよみたいな感じでやりますね。でそれでもう基本的にはお客さんって喋ってもらえると僕と喋るの嬉しいんで、もうそれでもうスカイプしてもうリサーチをひたすらやっていくみたいな。なるほどな、なるほどな。あ、でも分かりますよ。それでもスカイプさせていただきますもんね。いろいろやりますよね。やりますね。結局なんかお客さんもやっぱ成長していくじゃないですか、うん、で売りたい商品に近い意識レベルの人ってやっぱなかなかね見つけにくかったりもするので、うん、やっぱ常にそのレベル あの意識レベルの人を見つけて、あ、この人いい感じやなぁ思ってまだ何も分かってん感じやんみたいな感じでこう狙っていくみたいな感じですね。あ、じゃあやっぱりなんていうかな結構その一つのネタがこうずっと続くっていうよりも結構動いてるから合わせなきゃいけないところがあるんですね。あ、ありますあります。なるほど、ね、基本的にお客さんが成長していくの でそのお客さんが成長してきた次の悩みに対して、まあ、新しい商品作っていくっていう。なるほど ね、 ね、もちろんやっておられると思うんですけども一緒のことをさせてもらってます本当に。あ、なるほどな本当それだけですね。なるほど。いやでもね、結構その生成レターとかすごくカクって聞いてたんで、はい、どういうふうにやってるのかなって気になったんですけど、いやでも王道ですね、うん、王道です。これみんなそう言いますから多分ね、あんま新しいこと全然喋れなくて申し訳ないと思うんだけど、絶対もうこの内容しかないみたいな。ないです ねもうこれしかないじゃないですか本当にレターに関してはいやもう結局そこに行き着く、まあこれレターの話じゃなくてもビジネスもそうなんですけど、うん、結局なんか来なくなった時に何かがおかしいんだよみたいな話を、はい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 、やっぱその字で感じないといけませんよって話は、まあ、レターだけじゃないところもたくさんあったんで、うん、うちとの出会いってそもそも何ですか、覚えてます。は一番最初に購入させてもらった教材はおそらくですけど15ステップコピーライティング のリサーチのやつですねなるほどね、あれなるほどね、あれあのむちゃむちゃ画像汚いけどめっちゃいい小川さんの声がえべ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 ってなるけどむっちゃいいあれ。なるほど、最高あれ。いや15ステップね、あれあれ僕今でも見ますからね。あ、そうなんですか。今でもリサーチしようと思った時なんか抜けてる項目とかないかなと思って見返しますもん。あ、全部あの なんですか、項目チェックリストみたいに残してるんでパッて見て、あ、これちょっと聞いとかなかなと思って見ます。なるほどね、今でも使えますあれ。なるほどね、うん、それってそもそものきっかけってなんか打ち知るきっかけって何だったんですか。わー、これやっぱりさっきも言ってたと思うんですけど、やっぱりいわゆるこう僕たちの治療業界だったりだとかのとかマーケティング業界のとこでどこに行ってもダイレクト出版って名前が出てくると。なんやねダイレクト出版って本やかと、本じゃないですか出版って書いてある、まあ、出版書いてますからね、はい、なんだ本だ本やみたいな感じで、なんだよコピーってみたいな感じで思うじゃないですか。まあ、もう僕も思わなかったですけど、僕治療家なんでやっぱりわけわかんないんですよ。そうかそうか、治療家だったらもう出版で言ったらそれ出版会社かって、ね、そうなんです認識ですもんね。思うんですよ。でそれでなんだよコピーって、お前セールスコピーってなんだ一体みたいな感じで疑ってるんですよ、うん、でもやっぱり言った通りさっきの業界とかでもいわゆる上の人たちがみんな見てはるから、うん、まあ一回ぐらい見てみるかみたいな、見たってもよみたいな感じでこう、そんな感じで一番最初はで見てみるとめっちゃいいやんみたいな、なるほどね、これめっちゃいいってなってもう一瞬であれですよね、あのロイヤルカスタマーになりましたね一瞬でロイヤルカスタマーそれなんでそういう風にめっちゃええやんと思ったんですか。いやもうそれで書いたコピーがクソ売れたからですよね。はい、一番最初に書いた15ステップでやったやつのコピーで、1ヶ月ぐらいでなんか80人ぐらい集客できたんですよ。すごいですねそれ。フロントエンドにでわけわからんと思ってでも間違えちゃうかみたいな、もうとりあえずまあこれやればいいやみたいな、なるほどな感じで思ったとこで、まあ、言ったらもういきなり勝たせてもらったんですよ僕が。なるほどね、勝たせてもうそれでだから、まあ、信者ですよね。なるほどね、なるほどね、はい、もういきなり信者、いきなり15ステップで80人集客できたみたいな、
すっごいびっくりして、当時やっぱり僕らのセミナー業界、僕らの理学療法士業界のセミナーってコピーなんか書ける人一人もいないんですよ。ね、紹介文、講師誰々、どこどこの出身、こんなことが学べます、会場ここ以上みたいな。なるほどなるほど。これで誰が来るんやというレベルなんですよ。今でもそのレベルですけどね、まあ、ちょっとコピー入ってきたかなと思うんですけど、まあゴリゴリコピー書いてるのはやっぱりうちと競合2社ぐらいのまだレベルなんですよ。だからまだまだいけますね。うん、なるほどね、なるほどね。まだまだいけます、ね。そうか、じゃあ当時じゃあその、はい、まあ。まあ、教えるようになった時に、まあセミナーやると、その時にまあ初めてそのコピー書いたみたいな感じぐらいなんですね。そうです、もうその時初めてコピー書き出しましたね。あ、なるほどね。その前までもなんとなくコピー書いてるんですけど、なんかね、今でもそれ反応出るんですよ、ずっと。へー見てみてください、見たい。ほんまね、でも西野さんとかが見たら、いやお前むちゃくちゃじゃねえかみたいな感じで思わはるけど、まだ反応出るんですよ、ぐっちゃぐちゃやのに。でもそれ多分さっき話したと思うんですけど、あのリサーチがあると思いますけどね、僕は。あ、なるほど。まあ多分15ステップとか、まあそのリサーチをしっかり、まあ、あれ多分結構外さないようにできてるんで、ほんまにそう。で多分フリーされたらこう結構ガーってやっちゃうタイプじゃないですか。多分そのポイントが多分外れてないんだと思いますよ。でもほんまにむちゃくちゃやのに出るんでまあまあそういうことなんです、リサーチなんですかね。結局ポイント外してなかったっていうあれなんでしょうね。うん、そうか。じゃあそのまあまあ多分出会ったきっかけはまあそのコピーのそのやつだったと思うんですけど、じゃあその後、まあ結構まあインターネット使ってまあ集客とかされてるじゃないですか、はい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 、その中でまあ転機になったので、まあうちのそのマーケティングコースが結構あると思うんですけど、はいはいはい、そもそもそのマーケティングコースでやったきっかけって何ですか。まず小川社長のね、小川さんのやつですけど、何やった、いや、やっぱりあれじゃないですか、まあ、まずダイレクト出版さんの教材めっちゃいいやん、ボス誰やと、まずボスは誰なんやって小川さんって言うんやみたいな、あ、結構でも若そうな感じやんみたいな感じで最初思ってたんですよね。で、マーケティングコースをまずウェビナーで売ってはるじゃないですか、はい、あれ見た時に衝撃が僕走ったんですよ。え、どういうと。いや、あれ3つの数字測るやつあるじゃないですか、はい、あれね、まあ、もともとその測るって仕組みを知らないですし、測る意味分かってないですか。見た瞬間にそれ見ながらむっちゃ勉強になると思って、なるほど。で、それ今でも自社のでずっと使ってます、教えてもらったこと。で、指標ビデオコマジュアル TV で、あの時からずっとウェビナーの時からさせてもらってたので、もう一本見た瞬間にもう即買いしましたよ、ね、なるほど、ね、あのウェビナーの内容がめっちゃ良かったんで、っていうので、まあマーケティングコースのことは知っていった。あ、なるほど。じゃあその前ってどうやってやってたんですか、うん、その要はマーケティングコース そのウェブセミナーを見る前に、はいはいはい、まあ実際もインターネット使って教え、セミナーとかは募集されてたんですよね。はいはい、はい、やってました、やってました。あ、何だったんですか。ポータルサイトがあってですね、当時、はい、要はリハビリ関係の、まあこれ名前出さないですけれども、ポータルサイトがあって、そこに載せるとなんか夢のような集客できるっていうね夢の国があったんですよそこの夢の国にいっぱいお金払ってたんですよ、最初。なるほどね。で、夢の国にお金払ってると、まあ、なんとなく集客できる、あ、いやこれでみたいな感じで思ってたんですけど、まあ、やっぱり僕ってやっぱすぐとんがってるじゃないですか、うん、夢の国にちょっと過剰に入国しすぎてですね、うん、もう出てけと言われたんです。マジですか入国しすぎて出てけ。もうでもいわゆるこの僕らのポータルサイトって言った通り Google とかじゃないんですよ、うん、もうお金もらってどんどん出しましょうとかじゃなくて、言った通り僕らってもう堅物の業界なんで、お金出しすぎてそんなに入れるっていうことはおかしいでしょあんたみたいな、セミナーでお金儲けてると思ってるでしょみたいな感じで言われるんですよ。なるほどね。ここマジですよ。もうわけわかんないでしょっていう業界なんです僕。なるほどね。で、まあ、それでだから、まあ病院どうのこうのになってますし、でその夢の国からも指名出されて、ポータルサイトとかも出されてしまって、うわっ何にもなくなってしまったっていう状態 でそこから自社リスト構築さなあかんとかっていうのが始まっていった時のマーケティングコースです。ああ、なるほど。じゃあもう当時はもう、まあじゃあまあ、マーケティングコースの出会う直前っていうのはもうほぼゼロだと。ゼロでしたね。もう何すりゃいいのみたいな。そうです。もうとりあえずそこの夢の国に金さえ払っときゃお客さん来るみたいな感じの状態がなくなり、はい、じゃあもう何しようかみたいな話。そうです、そうです、そうです。ってなったら、いわゆるこうリスト構築していく、うん、要はリード引っ張ってきてコンバージョンに変える、うん、はぁ、あ、何それみたいな。あ、そういう。いや、もうわけわかんないですよ。メールマガジン、みたいな、何したいみたいな、メールアドレスがとって何の意味があるみたいなことしか、もうほんまわけわからなかったですよ。そうなんですか。いや、ほんまです、何にも分かってなかったですほんまに分かってなさすぎて、そこで僕の2回目の焦りの波が来てましたね。
焦ってたんですよ。うわぁ、いやぁ、締め出されたと思って、あもう無理や、どうしよう、どうやって集めていいか分からへんっていうのでなってます。焦ってたんですか。めっちゃ焦ってましたね。むっちゃ焦ってました。じゃあもう、それその時はもうなんかでも他のやつとか見たりしなかったんですか。いやでもやばいってなるわけじゃないですか。なんかこう違 う, こうやり方ないのかって探さなかったんですか。あ、いやもうやっぱやりましたよ。 とりあえずブログはアメブロみたいなやつ更新してましたし、 あとこの病院にチラシをね、リーフレットでセミナー案内ですみたいなやつもやってたんですけど、もう全然反応出へん。だからもうこれと俺はもっと集めたんやみたいな、もっとガーッと集めたんや、集めていっぱいの前で喋れたんやみたいな、ね、感じに思ってたので、そこですね、本当に、まあ、ポンポンと、まあ、今の話ですけど、いわゆるこう、まあ、いわゆる上位の 20% のね、もう今すぐ客ですよ、ね、にしかリーチできてなくて、もうだから意識できる人たちにも全然リーチできてなくて、だから客数も増えないし、なるほどね、これめっちゃ悩んでましたね。あ、なるほどな、客層が増えてない。全然少ないですよ、むっちゃ少ない。当時どんぐらいだったんですか、ちなみに。は、少ないやつやったらもうほんまに3人とか5人とかですね。あ、でもうやばいじゃないですか。そうですね、もう、まあ、ビジネスじゃないですよね、そんな。というと、ただ単にたまたま来ただけで自分でも分かってないじゃないですか。あ、そうですね。ので要は一発屋のセミナー団体みたいな感じになりそうだったんで、いや違うっていうので、もうもがいてた時期です。なるほどな、なるほどな、なるほどな。で、まあこう、まあ、ブログとかもやって、ね、まあ、リーフレットもやってた。でも、まあ、どれも思うような成果ではなかった。出ません、出ません。で、そんな時に、うちの、まあ、ウェブセミナーを見たって感じ。見ましたね。たまたまなんかにはめられたんでしょうね、僕。こうやって病気みたいにこうやって寝たい時にオプトインしてこう、来てなんやこれ、思って見て、めっちゃおもろいや、みたいな感じのね。すごいこのテンションするっていう。変わり方すごいんですけど。ウェブセミナーのどこが面白かったですか。あのね、っていうかもう小川さんのこともその時あまりご存知知ってなかったんですけど、賢い人やな、出てこない、こんな言い方おかしいですけど、もうその時のもう客観的なそのまま思ったこととしては、なんて頭のいい人なんだろうと思って、こんなに物事を分かりやすく説明してスライドも上手に出して納得させてセールさせられたと思って、わあ賢い人やと思って、でそれでもう買っちゃいましたね。それで買っちゃいましたね。いやほんまに、いやちょっとためになりましたしね、めっちゃ勉強もさせてもらって、うん、そのためになったってところはさっき その数字のところですか。あ、そうです、指標ですね。あ、要は会社を大きくしていこうと思ったら、いわゆるこう弱点を改善していけばいいってその時言ってあって、うん、でいわゆるこう自分のリードとコンバージョンと LTV っていう自社のちゃんと指標を決めて継続的に追っていって、でちょっと悪くなってるところを改善し続けていけばもう大きくしかならないよということを教えてもらったときに、要は衝撃が走ったんですよ、僕だけ。ビリビリって走って、なんやこいつめっちゃ賢いなと思って、でそれでもう賢い方なの、すごいお母さんね、もうお会いしたいなみたいな、そんな感じになってきました、ね、そこから。あ、なるほどな。でもその時ってもうすんなり受け入れられた感じですか、その大きくするために弱点改善せなあかんみたいなやつは。はい、まあもう何もなかったので、他の知識とかも、もう結局、これをまずやろうと。なるほど。でも言った通り、いろんな業界の著名な方とかもザレットさんにも言ってはるし、うん、疑いはなかったですね。ああ、なるほどね、うん、なるほどね。じゃあ実際に、じゃあマーケティングコースを、はい、まあ、勉強し始めたわけじゃないですか、うん、実際に学んでみてどうでした。いや、ね、最高ですね。おっと、面白いですね、それは。どうですか。もうね、絶対やった方がいいですよ。ですけど、いやもう良すぎて全部いいから、なんていうんかな、なんていうんかな、全部いいね。そう、なんかアホみたいなやつ立ってますけどね、具体性全然ない、具体性全然ない。いやもうどこが良かった、いやもうほんまに一番最初のリードのとこから順番に、コンバージョンで一番最初やるべきのデザインとどうのことで LTV はこうやっていけみたいな感じの話で、基礎コースのとことかでも面白すぎて、僕多分6時間くらい連続で見てたと思いますけど、ね、マジですか。むっちゃ面白かったんで、まあ、面白かったから俺も見たけど、はい、むっちゃ面白かったんで、うん、こんなことを教えてくれる教材あったんやと思いましたね。面白すぎて、 あれは実際にじゃあ、まあ、こう最初こう、まあまあ、いろいろこう基礎的な知識から、まあ、コンバージョンライフタイムバリューとかいろいろやってたと思うんですけど、はい、じゃあ具体的になんかじゃあコンバージョンと なんか自分が実際にやってみたなんかやつであります？実際やってみたは、まあ、さっきも話してましたけど、すごいだから、
広告でうまくいってすごい獲得単価安くできたっていうところも、そのマーケティングコースでおっしゃってた、うん、やっぱこうもの文字で語るんじゃなくてデザインとか明確性ってことですよね。ああ、そっちってことがむっちゃ覚えてます。やっぱその時ってコピーのにわかかじりの時でも今も練習中ですけれども、うん、にわかかじりのところで、うん、やっぱ文章術で読ませてこうね、うん、あやつってやるんやみたいな感じでずっとこうやってカチ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 ヘヘヘってやってたんですけどいや全然読んでもらえへんのっていうところとか、いかになんていうんですか、見た目だけでコンバージョンがこんなにも変わるのかっていうところを猛烈に思い知らされたですね。あなるほどね。あの人間の注意はそもそも有限であって、パッて画面を見た時にこう7秒以内ぐらいになんかフック注意を引くことができなかったらいけない。でもそれ別に文字じゃなくて画像でも何でもいいからパッてこうピッてなればいいからみたいなっていうところとかの話とかを聞いたりだとか、あと込み込み客はこうなんかねもうなんか精神障害児だみたいな感じでね、病気の人にとかあのお猿さんみたいな感じの人にでも分かるぐらいにやりましょうみたいなところが、うん、分かりやすくってことですね。そうですそうです、マインドセットとして。もうそこら辺は今でもずっと僕の根底にあり続けますね。はい、あれはすごい良かったですね、コンバージョンのところでは。なんか他にもあります？コンバージョンのところではもうやっぱりそこですね。 あとやっぱ LTV あのリードのところで、あのやっぱり大和さんとかおっしゃってたリードは金だと、うん、これこですよでほんでこれをやっぱ分かってない競合は、あなるほど、結局ね、詰まるところは長期的に金だって言ったところで、うん、全てのブロックが外れました、はい、あブロック外れたんですね。外れました。やっぱ何のブロックがあったんですか？いや、やっぱりリード取ってきたとしてもその時マーケティングコースは外れあの習い始めてた時なんてリードなんか取ったって金の無駄だと思うじゃないですか。やっぱり思ったんですか？思ってましたよその時は。リードってつまりメールが、はい、リストだけ取る、はい、リストだけ取ったってお金何も増えないじゃないですか。でもそうそう確かに、ね、なのでそんなん金無駄ちゃうのに何がリードやって思ってたんですよ、うん、で思ってたんですけど、いやいやそうじゃなくていきなりそんな購買ってのは起こらないので、込み込み客と信頼関係をどのこのとかで結局それをあの詰まるところはもうそれはもう数が多い人が最後残っていくからっていうところを話しておられて、うん、ああそうなんかと、うん、だからダイレクトさんであんなに広告出してるって、なんか気違いのように広告出してって昔思うじゃないですか僕らそんなもう広告出しても何を嫌がらせかと思うくらいねとか、まあ思っての最初の頃僕ら、はいはい、でもやっぱりあるべき姿としてはそうしないといけないんだっていうことが分かったので、今でもガンガン行きますよね。でガンガン行ったらそれは売り上げ上がるわなみたいな分かりましたね本当。ああなるほど、ね。あの時だからその言葉に出会えてなかったらやっぱりスピードとかもっと遅かったと思うんですけど ね。マインドセットがあったんでパッて行きましたね。ああなるほど、ねはい、なるほど、ね。じゃあまあ今リードの話とコンバージョン話もらったんですけど、はい、まあじゃあ、まあ、マーケティングコースはそのリードとまあコンバージョンライフタイムバリューってあるじゃないですか。そのライフタイムバリューの方なんか気づきありました。ライフタイムバリューとしてはなんか今とりあえず難易度としてはやっぱり入り口の方が一番難しいよと、うんまあ、リードが一番難しくてでコンバージョン難しくて LTV 自体としてはやっぱりこう頻度だよと、うん、あの買わへん理由は忘れてるからだよみたいな感じの話もあったと思うんですけど、まあ結局だから僕とかもメルマガ毎日配信とかするのもやっぱまず忘れられないためだったりだとか、うん、まあ、休眠一回辞めた人も戻ってきてもらうとかいろいろありますので、ライフタイムバリューについてはなんかその結局だからそんなに難しくはないんだ、逆にライフタイムバリューを学ぶことによってよりリードを持ってやらなきゃねっていうことが分かったっていう、そういうコントラストを聞かせて分かったって感じ。なるほどな、なるほどな。でこっちに力を入れるときはライフタイムバリューはまあまあ後でもまあ別に、うんまあ、また新商品作ればいいで分かったので、あのコントラストを聞かせるための材料ですごく印象残りました。ああなるほどね、なるほどね、はいはい。じゃあ実際にこう、はいまあ、マーケティングコースをこう学びましたと学んで、じゃあ実際に多分結構字で実践されてる印象があるんですけど、実際やってみて どんな変化がありました？もう結果みたいな。結果ってことですよね。もうそんなんいきなり1年目に年商 1.8 億も売り上げることを覚えて自分がビビってますからね。そんな言ったんや思って、最後のだからゼリシャルがあった時とかも1億8000万持ったんや去年とか思って、俺はだからただ単に言われたことやってて、お金のこともだから減るけどやっぱりリードのとことかでバーンって入れたりとかしたせいかなのかなみたいな。あなるほどな、なるほどな。でしたね。で、もう本当に教会とかも一気に大きくなりましたし、まあ、なんか知らんけど僕のこと知ってる人いっぱいおるしみたいな。そういううちの業界で。はいはい、そうです。ので、あと大きいとことかからも、いわゆるこう僕たちが本当に
僕がセミナーオタクだった時代の時の先生とかからも一緒に出てくれないですかってお声をいただいたりとかもあったりしたんで、やっぱり成果としてはまあありがとうございますって感じですけど。でもそうなんですね。結構じゃあもう学んで1年ぐらいでガーって行ったんですね。行きました。一気に行きましたね。へ、一気に行ってもう、もう一番集まったのはフロントのセミナーに682人っていうのが、フロントのセミナー、ああそうか、支部のこうところでの一つのセミナーで682人集められたっていうのが一番でかいです。今のところ一つのセミナーに682人来た、はいはい、マジですか。恐ろしいですねそれ。どこ借りたんですか、体育館。いや、まあ会場を分かりさせました。ああなるほどね。だから実技あるんで、そうそうそう、会場絶対無理なんですけど、もうこんな集客って、だって僕らのセミナーって言っても20人とか集めるの必死やもんね。必死ですよね絶対。そうですか。700人近く出たと思って。まあ、もちろんいろんな要素あります、オファーがどこのとか ね、どのタイミングでもありますけど、もう自分でビビりましたね、こんな出るんかと思って。びっくりしました。そういうのもあって余計また速くなりましたね。ああなるほどな、速くなりました、なるほどな、とスピードが。実際にじゃあその、まあ、今その指標をもとに今でもされてるって聞いてるんですけど、はいはいはい、なんかこう感情的な変化ってあります？その昔もうポータルサイトがなくなったと。あで、なるほどね、今はいはい、こういう元でやってるっていうところで何か変化ってありますか？間違いなくもうこれをやれば顧客は来るんやというのが明確に分かってるので何も怖くない。言い切りますけど、言い切ってますけど、ほんまにそれで、やっぱどこかしらお客さんどうやって来るんか一回使いやめられるんじゃないかなっていうようなところがあったんですけど、例えば今の目の前の患者さんとかにセールスかけてやめられたとしてもいつでも集められるから何も怖くないですし、 あと今僕が休んでたとしても、いや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 、こういうふうにこうやったらやっぱコマージョン出るから、まあもちろんですけど焦りとか不安は一気になくなりましたね。あでも当時はやっぱ結構あれが切羽詰まってる、ね、ありますあります。ほんまにやっぱり今反応出てるけど、じゃあこれ同じように繰り返そうと思った時に自分で人に説明できるかってやっぱできなかったんで、そういったところの細かい仕組みの原則的なところからやっぱマーケティング講座を教えてもらったので、まあ楽でしゃあない。楽でしゃあない。楽でしゃあないです本当に、ね。ゆっくり遊びにも行けるし。ああ、うん、本当に。まあそれはそうですね。そうですそうです。そうですそう、まあ確かに、まあ普通ね休みでパッて旅行とか行けないですね確かにね。そうです。やっぱり仕組みができたって感じ、もうファネルが完成したって感じですね。ああれで、なるほどな、なるほどな。仕組みとファネルか。はい、一番大きいですね。もうだから。ね、僕が頑張るとか感情的になんかその時瞬間的にいつもより無理をして反応が取れるとかじゃなくて、もうこれをやればいいっていうやっぱり指標とかラインが全部決まってるので、もうそこがすごい軸になりましたし自信にもなりましたし、うん、楽やなやっぱり。仕組みと何だっけな、はい、その結構感情的に頑張るってつまりあれですか、とにかく頑張るみたいな。そう、結局だから目の前のお客さんとかにも販売かけてたらもうここでも行くしかないんやとかはないですし、とかやっぱりブログとかも1日1個じゃ足りひんから1日3記事あげなかのかなとか、そういう無駄なことを何をどうやれば一番自分の仕事量とかパフォーマンスが最短で出んのかっていうのが分かったんで、あなるほど、ね、すごい楽になりましたね。あそうかそうか、じゃあもうなんか出てない時ってこう焦るじゃないですけど、はい、からまあブログをこう4記事とか5記事上げたら集まるんちゃうかって言ってこうやってみたりとかっていうのがあった、はい、そうです。無駄なことをね、本当に全然関係ないことですよね。やるべきことがやっぱ明確になるとこんなに安心できるもんなんかなっていうのはねすごい実感してますね。あなるほどな。実際その、まあ、さっきのブログ上げたとしても、はい、まあ、どんな反応があるかも分かんない、うん、でも、まあ、あること仕様とかあることによってまあやったらこうなるだろうなみたいなやつがあるってことですか？そういうことです。ラインが決まったので。なるほどね、はい、なるほどね。あそういうところで結構大きな変化があった。大きかったですよ。やっとなんかゆっくりできるねみたいな。でも本当にずっと仕事やり続けてて、やっぱ仕事はもう大量にやり続けてて、休む時間も削ってやり続けんとお客さん来んのかなみたいな。でもあるんです僕らし、うん、でもそれが本当に解かれたのでね、なんていうのかな、でもそういうところから派生していて、やっぱりこうやったらお客さん来ると分かってるんで、やっぱ別に自分がやらなくてももう良くなったっていうのも分かりましたし、人にさせてもいいし、
なんかもっと別のことに応用しようとかっていろいろその一つの成功体験とかで出てきてってありますよね。ああなるほどな、なるほどな、なるほどな。じゃあ結構大きい変化ですね、それは。めっちゃ大きいですよ、ほんまに。その仕組みがこうあってこうやればいい。お礼を用意させてもらったら、ね、社長にいいコンテンツありがとうございますって言ってあのそうなんですね、ほんまにそう思ってます僕本当に。なるほどな、なるほどな、はい、あのちなみにアドバンストコースって。あもちろんやりました、やりました、やりました、やりましたよ。あれなんかはどうでした。まあ、あれも、まあ、今はそのベーシックな方で、ね、やったです、聞かせていただいた。アドバンスコースですよね、はい、アドバンスコースももう最高やな両方みたいな感じです。やれもいいわほんまいいわ言うても、う全然感情の力出てこないけど、いいわあれほんま僕もあれ聞いた時ね、こうなのか。そうなんですよ。てかもうあれを聞いてまた、わ小川さんって賢い人なんやな。でもそんなこんな恐縮な、こんな絶対まああのご本人様にしか言えないですけど、やっぱり裏では見ながら、わすごいなと、こんなん考えてるとおったんやみたいな感じですよ。あすごいほんま。絶対だからアドバンスコースも進んだ方がいいですよ言ってますけど、ベーシックと基礎だけで絶対やめたらあきませんね。あ、うん、そのアドバンストで、はい、もう学んで、まあ、じゃあ自分の中でその何が結構大きな変化だったんですか。いやてかもうあのやっぱりこうダイレクトさんとかのメルマガ見てると、ダイレクトさんが今何されてるか大体分かるじゃないですか、うん、やっぱりマーケティングコースとかの内容忠実に今もされてる。うーんっていうのもアドバンスコースの内容とかってやっぱりちょっと抽象的で、あの、まあ、いわゆるなんかあまり具体性に欠けることなんですけど、はい、でもそういうふうなちょっとね、あの深いような内容っていうのも常にマーケティングで実践されてるっていうのをずっと思ったんで、だからなんていうのかな、なんか会社大きくなってはるダイレクトさんのとことかがやってる内容をまた教えてもらってるみたいなところでも、もちろんあの新、もちろんその最初から信じ切ってましたけど、なおかつそれをなんかなんていうのかな、日々のメルマガとか見ながらマーケティングコースの内容を知ると、あそういう裏があるんかみたいなこととかも分かりました。そう、今なんで僕がここで喋ってるのかも全部分かってますからねなるほどね、なるほどね、やりづれみたいな、ありがとう、もう全然だから、うん、そういったとこも本気で教えてくれてはるんやなっていうとこも、うん、もうやっぱりもういいこと聞けたな思って。あれはだから安い、あれは安い、よかったみたいなあ、でも一番良かったのはマーケティングの普遍の原則やったっけ、はあはあ、なんかあの辺ありますね、ありますよね。いわゆるこう同じ販売をし続けるとコンバージョンが下がってくるけど、うん、もうこうやっぱり常に上げ続ける方法ないのかとか、メルマガを毎日配信してると開封率って下がってくるけど、うん、上げ続ける方法はないのかっていうので、やっぱこうセールス自体に価値を持たせるって話だったり、あの辺もやっぱり最高ですよね。でももちろんパクらせてもらってますし、うん、売り込みだけするんじゃなくて、やっぱりその今回販売に結びつかなくても次買ってもらえるように価値を与えるっていうところのお客さんの接し方とかっていうところとかも、やっぱり常にもうお客さんいる前とかも意識できるようになりましたし、日々のメルマガとかのコンテンツ出すときも意識できるようになりました。ああなるほどな、なるほどな。そっか、さっきの話で、まあ、施術の話があった、施術の動画を上げて最初に成果を出させるみたいなところ、あれなんかも結構リンクしてるとこありますね。ありますよ、ほんまに。もうそこです。 いかにやっぱこちらはやっぱ売り上げ立てるために売り込みたいんですけど、うん、でもやっぱその中で価値を感じてもらえない、こんなことができてしまうかと、本当に欲張りやなでもできるんやっていう感じで、ああの思いましたね。すごいなと思った、ほんま。その、まあ、一つはそのうちのコンセプトでもあるんですけど、何だろうな、それ、まあ、学ぶ前って、うんうん、じゃ逆に言うとどういうふうにやってたんですか。いやもうあれです、嫌がらせですよ。おい、はい、申し込めよみたいな感じのメールですよ。だから送って あそうかそう、あと6時間です、あと3時間1時間切りましたみたいな、そんなんじゃないか。闇ってらしくね。いややってましたから、めちゃめちゃ。あそうなんですね。やってましたよ。ほんで同じメールだけで、2回目のお知らせですね、載ってるだけみたいな、3回目です、最後のお知らせ、それはまあ解除されるわみたいな、うん、なるほどなるほど、ひたすらやってたんですけど、逆に言ったらじゃあそれ以外にどうやればいいのかも分かんなかったからですかね。あなるほどな、そうかそうか、周りもそうですからね。ああまあそうです、そうです、うん、そうです。まあ僕でもその他のやつを、まあ、見たりするっていうか、うん、まあ、なぜか来るんですかみたいななぜか来るんですけど、見た時に結構それはなんか感じるものなんですね。やっぱそういう人らにも優越感できるじゃないですか、知ってると。君たちそれはね、煽ってるだけなんだよみたいな感じで
それはね稼ぐ系の典型例なんだよみたいな感じで思えるじゃないですか、教えてもらったおかげで。やっぱりだからこうそういうのはやっぱプライド持って教えてくれたからだと思いますね。ちゃんとしたコンテンツをいわゆるこうね背取りでどうのこうのとか、うん、ローンチで稼げるかどうのとかあるじゃないですか、うん、めっちゃ僕嫌いなんですけど、うん、そういうとこもやっぱりこうちゃんと自社のコンテンツを差別化して、うん、プライド持って教えてくれたからだなってなんか分かりましたね、そこを教えてもらったところで。なるほどね、うん、なるほどね。そういうのがやっぱ好きですね。会社の社風として持ってあるところはもうかっこいいですね。なるほどね、うん、僕はそう思ってます。ありがとうございます。なんかすごいまさかこんな感じで褒められると思ってますけど、ね、まあ、それはまあ信者ですから何でも褒めます。いやでも、はい、やっぱ結構そう、はい、なんつうかな、結構大きな変化がありましたよ藤井さんの中ではあったんですね。ありました、ありました、ね、まあちょっと秋年コースの話を一つお聞かせいただいて、結構ダン・ケネディ好きだと。ダン・ケネディ、はい、もちろんそれはもうダイレクトさん申してはりますから、まあ、ダン・ケネディはそれはね、あの何ですか、祖父ですか。祖父お父さんのお父さんのお父さんの感じの最終的な、だからね、あのいい人なんかなみたいな感じで思ってますね。でもダン・ケネディって最初はまあ知らんじゃないですか、はい、まあ、うちの大都出版はまあ知ってたと、まあ、なんかいろんなところ行ってたら、うん、まあ、大都出版大都出版みたいな話になると。でもそのダン・ケネディってそもそも多分うち知ってからだと思うんですよ。あ、そうです、そうです、ですよね、はい、なんかそもそもなんかそう、まあ、興味持ったきっかけってあります？ダン・ケネディは言葉がなんかすごい多分わざとやってあると思うんですけど、パンチあるじゃないですか。パンチありますね。もうあれがね、もうほんまにもう気持ちいい気持ちいいわ、もう群れ群れ群れを作れと、客を買い取れと感じるじゃないですか、はい、わーみたいな、黒い部分の僕と一緒やと思ってだからね気持ちいいんですよ。だからもうそういうとこで、あの人の教材はだから、まあ、もちろん言ってはることもちゃんと だから実績も経歴もあられるので、うん、もちろん当然ですけど、そういうのはキャラクターとも僕は大好きでしたね。あ、キャラクターいいですよね。キャラクターいい。でも身長めっちゃ高いみたいな。そう、身長めっちゃ高い、めっちゃ背高いやみたいなもう面白いですよね。面白い、面白い、ね、好きですね赤い結構昔ですけど、なんか病気してたけど、病なんか糖尿病がなんかなったけど、はい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 、でもニュースレター出すみたいな ね言ってはりましたよね。とかなんかもともと喋るのが喫音とかですかね、自分で言ってはりますよね。あったけど、めっちゃもう今もどんな喋りやねみたいな喋るじゃないですか、スピーカーかいみたいな、何、まあ、何年も連続でカンファレンス開いてるやんみたいなじゃないですか、うん、だからもうすごい喋りますもんね。すごい喋るし、独特な感じで喋り続けるから、そういうところがやっぱりかっこいいですし、あとやっぱりもうダン自体もやっぱお商売好きなんかなと思いますよね。やめたらいいじゃないですか、もうでキャリアとかもね、まあ、そうですね、お金もいっぱい持ってあると思いますし、やめたらいいのに結局だから売るの好きなんやなみたいな思ってるとやっぱ僕と一緒やなみたいな感じも思うのでやっぱそういうところも好きですね。はい、なるほど。現場もやめはらんところが大好きですね。やめないとこ好きです、いいですよね。全然やめないですよね。全然やめないですね。ほんまにやめたやろ、ね、でコピーもまだ書くでしょ。書きてますね。そんなんもすごいですよね。40年間ですからね。でしょ、わけわかんないですよね。わけわかんないですよね。でもなんかそれでもこう第一線で未だにこうやり続けてっていうのは、まあ彼だけですよね。ね、いないですよねきっと、うん、そういうとこもやっぱ大好きですね。現場に出てるちゃんとしたあれをね、生きた情報をくれる、あ、好き、はい、なんかその、まあ、ケネディ その、まあ、レネゲード結構聞かれてるって聞いたんですけど、はい、もうレネゲードは、はい、あれなんか聞いてて、なんかこういう時に役に立つとかってあります？あのレネゲードミリオンシステムはほんまに何て言うんですかね、まあ、確かに今コンテンツ長いんですけど、うん、あそこは、ね、本当に僕のマインドセットをもう一回ダン・ケネディに寄せてくれる機会ですよね。あ、毎回毎回やっぱりちょっとなんかブレてくるじゃないですか。あ、やっぱりこうなんか自分の今ビジネス自体が例えば今やってることをもっともっと大きくしていくためにはどこに投資していけばいいのかっていうところで、あの今日も冒頭言いました、例えば店舗をきれいにするとかね、あ、はいはいはい、ちょっと大きくしようかみたいな、かっこいい名刺を作ってみたりだとか、そういうところをダンはことごとく、いや、いらんねんボケと広告に出しとけと、うん、でもう資産を作れというところばっかりを張るじゃないですか。そうですね、なんでやっぱそういうところに思った時とかもやっぱ戻ってこれるっていうので、あそこでだから一回ねレディングで見るシステムに出会っててよかったなとはすごく思います ね、 なるほどね、うん、なんか他にもあったりします？なんかそう、まあ、今はブレるって言った話だったんですけど、
もうブレるというところもあれですし、あとなんかあの人をなんかやっぱダイレクトメールですか、 DM がやっぱ一番強いメディアってずっと言いますけど、なんかそういうのもなんていうんですか、あんまり他の人言わないじゃないですか。あ、確かにそうです ね、だから YouTube が流行って YouTube っていうし、 Facebook やって Facebook っていうのにずっとダイレクトメールって言ってるところの話とかはやっぱすっげえ面白い。ああ、なるほど、ね、面白いですし、あとなんかダン・ケネディはあのオファーが、ね、なんかコピー自体はどの子によるかオファーを作るのがめちゃめちゃうまいみたいな、思われないオファーをめちゃめちゃ作ってくれるじゃないですか。あの辺も大好きです僕。へえ、なるほどね、なるほどね。リストオファーコピーの順番でこう番組が決まっていっていく中でも、やっぱりこのオファーにかけるね、オファーなんだよバカとかで言葉ありますけどあの辺はだからそういうことかみたいな。あ、自分でコピー書いてる時とかもなんかやっぱり文章術に気づいたらもうハマっちゃってるけど、でダンがその時にオファーなんだよバカっていうから、わあバカやった俺俺やんこれみたいな感じで戻っていくみたいなとこで、もあれ辺はずっと戻っていきますね。なるほどね、はい、確かにオファーなんだよと言った瞬間にかしこまりますね。そうです、結局ねいつも間違えそうになっちゃうんで、もうコピーがどの子で考えたらやっぱオファーと思って、ああそっかみたいな戻ってきますね毎回すごい。なるほどね、なあ、もう言い出したなんぼでもありますね。あとやっぱ起業家のマインドセットとして、まあ起業家も将来も孤独なもんだよとか、うん、あんまりだからむしろこう無駄な付き合い切るもんだとか、はい、あの辺とか、あと連絡取りづらくしろとか、はい、会えなくしろとか、あの辺も最高ですね。むっちゃあの辺最高ですよね。なんでですか？いや、なんか僕ってなんか一人で起業家で友達もおらへんし寂しいなと思ってることもあって、なんか僕ってやっぱ嫌われもんなんかなと思ってたのに、ダン・ケネディが起業家ってのは孤独なもんでみたいな、あっよかったおじいちゃんみたいな言ってるから、うん、あそうなんだみたいな感じで、だからそういう風に心がめたしやってこもんなんですみたいな、うん、でやっぱりだから無駄にこうやってね友達を作ったりとかっていうのもいらなくて、ほんまに自分がこう価値を感じる時間を過ごせる人と一緒にいればいいんだみたいなこととも教えてくれるじゃないですか。そういうなんかこうね、なんか生活面とかプライベートのとこまでもダン・ケネディのあれは入ってきますよ。プライベートで入ってくるんですか？入ってきます、入ってきます。あ、そうか、人脈の端か。もうその辺とかすっごい入ってきますね。あ、なるほどな。なんかその結構なんかマインドセット的なところが結構レネゲード聞いてて影響あるみたいな話ですけど、はいはいはい、逆に聞いてなかったとしたら何があったと思います？うわー、そう、多分ね余計なことずっとしてたでしょうね。あー、というと？いや、まあ今でもやっぱり僕すごいスピードは重視しながらですねビジネスはやってますけれども、ダン・ケネディはこれをやればいいってことをいつも言い切るじゃないですか、うん、もうそこですよね。っていうのがやっぱりなんかやっぱ僕たちって常になんか新しいことをし続けないといけない立場じゃないですか、うん、新商品もリリース続けないといけないし、うん、なんか新しいことを常にやり続けるんですけど、そんな中でダンはいつも大丈夫、お前の今のレベルはこれやればいいからっていうのをいつも言ってくれる安心感ですよね。はあはあはあ、それがやっぱりいつも迷う、そこのだから迷いがない分だけやっぱもう一個早くできるのかなっていうところをいつも教えてくれてるおじいちゃんかな、おじいちゃんかなみたいな感じですね。思いますね。なるほどね、なるほどね。年齢ゲートでなんかそこもより戻せ、より戻せると、うんうんうん、その軸を正すと。そうですそうです。やっぱもう忘れますから、常に違うこととかね。気持ちもいつもぶれますし、いつもマインドセットできてるかって言ったらできないですし、うん、そういう時に聞いた時にすごいまた軸がぶれなくなるっていうのもありますし、あとやっぱり自分のステージをこう上がっていく段階で聞くと新しい発見がまあ多いですね。多いです、多いです。やっぱ人の使い方とかに関してもやっぱりなんかもう例えばちょっとまあお金あるし伊藤でも雇ってどうのこうのとか思ったりもするんですけど、まあその段はやっぱりこういう考えがあってこうやってるとかっていうところとかも、うん、いや昔なんか人を雇うようなステージなかったじゃないですか。関係ないじゃないですか。そうそう、なのに上がってから聞くと、はい、あそっかみたいな、ちょっと、ね、納得できたっていうことがやっぱむっちゃ多いですね。あ、なるほどね。むっちゃ多いです、意味がわかる言ってること。あ、なるほどな、なるほど。何回も聞くと、はい、まあ軸戻せかつ聞けば聞くほどなんか発見があると。ありますあります、うん、ほんまのことだからずっと言ってはるんだなっていうのもね。なので聞くタイミングさえ来れば本当にすげえ身になることをまだまだ引き出せるんやなっていうので、うん、まだ繰り返し聞かなあかんなと思いますよね。ずっと聞かなあかんね、ほんまに。崖起こししてくれたらいいのにとお金はね誰かみたいな、あ誰かやってくれないんですか本当にみたいな感じで思いながら。なるほどね。でも僕聞いた時駆け起こしました。さすがですね、それをやらんとあかんなと思ってますね。で見返すとはやっぱなみたいなところありますね。そうですね、文章で見たいっていうのはありますもんね。文章だけじゃなくて、はいはい、なんか、うん、唯一やね確か書き起こしした自分の中では。はい、なる
な、うん、ケネディはなかなかそういうなんか結構そのマインドセットとか、まあ、考え方のところで結構なんていうかな、まあ、ポジティブな変化を持ってたって感じですか、うん、はい、マインドセットがでかかったですかね、今こうやって喋ってると、振り返るとそんな感じですね。あ、なるほどな。じゃああともう一個聞きたいことあって、もちろんリッチシェフレンの話、ね、リッチシェフレンもこいつ、これは多分あてか藤井さんとお会いしたきっかけがまさにそうです、そうです、そうです、永谷さんのその、はい、リチあのビジネスグロースシステムの解説のセミナー、はい、そうです、で、まあ、ね、僕本当にお会いさせていただいて、で僕がねこうナンパしたんですよね逆なんて逆なんなのか知らないけど、まあお声かけさせてもらったとか始まってますけど、そうですね、いやリッチもいいですねほんまに。はい、じゃあなぜでしょうかはあのリッチシェフレン自体をやろうと思った時は、まあ、言って、まあ、言って売上はねもう立て方は分かったと、うん、で自分の事業に進んでいく方法は分かったと時に、まあこれ誰もが言わはると思います、あの A ですよね、あなたが真ん中にいてこの、はいはいはい、うん、俺やんみたいなになって、いやそうじゃないと、会社っていうのは子供と一緒に育てていて自立させていくとか言ってるとこで、うん、まあ、そこで最初からそこ、まあ、リッチシェフレンの取り扱いを始めた時からそれを見てて響いてたんですけど、うん、まあ誰がセミナー行くもんかと決めてた、俺はもうセミナー行かへんと思ってたんですよ。でもやっぱりずっと売り続けてるとこれがもっと増えていってあかん、もうあかんって言って、あ、なるほどね、行ったんですよ。なるほどね、なるほどね、知ってたけどまだでも行けると、まあ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 、まだ付け加えてもいけるんちゃうか、まあ、まあいけるいけるいけるし、なんかこれまた売ってきたけどまあ俺は買わへんと思ってそこでも売ってきてあかん、教えてもらおうと思って助けてみたいな感じで行かせてもらいましたね本当に。あ、じゃあその、うん、なんかその出会うきっかけっていうか、はい、っていうところはもう結構やばいと、やばい、俺やと、やばいです、もう俺やってなってましたね。あ、そうなんですね。もう俺だけ、もう俺が全部やって、俺がもうどの、俺がもう入ってどのこので、はあ、お前はコピー書いて売りたいのになみたいな、セミナーで喋っとくだけしたいのになみたいな感じでずっと思ってましたね。なるほどな、はい、なるほどな、なるほどな。じゃあそこで実際今あって、まあ、まあそのビジネスグロースシステム、はい、ありましたね。はい、はい、ちなみにそのビジネスグロースシステム、まあ、BGS に、はい、まあ申し込もうと思ったきっかけって何ですか。はセールスレターのどこのブレッドの一箇所に今の僕と全く一緒のことが書いてあったからですね。どういうと、僕はもうダイレクトさんのレターも読まないんですけどもう読まないんですよ。なんでかっていうと上手だから読んだらもう買うしかなくなるんで、ね、毎回こう読んだら買うしかなくなるので、うん、毎回こう流すというか、もう時が来ればもう絶対買うみたいな感じ、うん、でもその中でも時が来れば、まあ、だから見た瞬見てるってことも僕だからもう財布開きながらこう見てるんですけど、ね、財布開きながら見てるんですけども、それでブレッドの一箇所でなんか忙しくなっていって、売れば売るほどなんか忙しくなるとか、その辺の、まあ、ちょっと忘れちゃったんですけど、その一文がバッて響いて、まあ、ぶっちゃけ何学べるか分かってなかったですし、リッチシェフレン自体が優秀で素晴らしいコンテンツを出しておられるっていうのは、まあ、もう後回しにしてたんですよ、うん、それよりもやっぱり例えば VS でとか、ね、はい、なんかやっぱトーンセリングどうのこうのとかの方がやっぱ好きだったんで、でも後回しとしてたんですけど、あかんねやなというのを決めさせられたブレッドの一個でした、ね。でそれで行きましたね。なるほどね、あかんねやと思って、あと行かなあかんねやと思って。ちなみにその時って、はい、まあ多分セミナーと一緒に買ったみたいな感じですか。あ、そうです。で BGS 入ったって感じです。あ、そうなのか。あ、じゃあ俺書いたブレッドだ。でしょ。ほらもう買わせてるじゃないですか。ほんまに。俺書いたブレッドだそれ。まあそうですよ。どれだけ僕から買わせてるんですか本当に。なんかそこだけちょっと気になっちゃう。そうだったんですね。そこのブレッドが響いたんですね。そうです。もう僕もかなり響きましたねそこで。あ、結構そ、はい、結構じゃああれだ。本当にもう中心が藤井さんで結構もう限界だった時なんですね。その前のレターは僕響かなかったんですよ、誰が書いてわからない。あ、なるほどね、なるほど。でもそんなで、あ、レター新しいなって思って、なんでリッチ読んでたって言ったらスワイプしたのですよね僕なんてあ、どんなやつどんなやってんやろ思って、俺やみたいな気づけば申し込んでた、あ、押してるみたいな、やられたみたいな。なるほどね、なるほどねですね、もう書かれると、まあ、正直本当に何が学べるのかとか、あんなにね素晴らしいコンテンツ出しておられる方とか、やっぱまあ紹介しなかったんで知らなかったんですよ、うん、けどやっぱりでもセミナー2日間行ってから確信しました。はい、どこで確信、何が確信されたんですか。え、
リッチシェフレンってやばいんやっていうの。やばいんやって。やばい。というと、いやもうね、例えば業務を例えばプロセスに分けていったりだとか、あとこう会社のステージの分けてる全体像とか、あんなん言ってる人おらんかったなと思って、はいはい、あの辺のあれ多分なんかモジュール1とかから始まっていくと思うんですけど、モジュール1ですね。でもうやばいってなって、やばい初めて聞いたって思って、ちょっとあのやばいってなってもやり出しました、ね、やり出したこんなん言う人おったんやみたいな始まりましたね。なるほどなるほど、うん、なんかそういうなんだよ、そのなんていうか会社のステージとか、はいはい、まあ、プロセスの話とかを、まあ、聞いて結構すぐにこうなんかアクションされたんですか。やりました。まずは業務を、今までやってた業務を全部フローチャートにして、プロセスマップって言うじゃないですか、はいはいはい、プロセスマップをまず全部作りましたね。全部作ったんですか。全部作りました。は、入金やらメールやら返金やら、ああなるほどね、なるほどね。フローチャートで、なぜかというと、やっぱり今まで僕ら仕事がね、言ったとおり客数増えすぎて、もう1人1日24時間じゃ足りんやろぐらいの感じになってたんですよ。でもなんでこうなってるのか分からなかったんです。あ、なるほどね。でやろうとしたことは、まあ、とりあえず事務局の人1人増やそうかって思っても、いやでも何頼むのみたいな、はあはあはあ、そもそも自分の何悪いか分かってんやっていうところをリッチは言ってたんで、うん、だからまず自分を知らないとそもそも仕事も取れないですよっていうところを言ってたので、アプロセスマップやと、うん、よっしゃやろう、ちょ これ見といて作ってみたいな、種に遊び、あのスタッフに作ってもらった。でもそれでもうびっくりするぐらいすっきりしましたね。あ、すっきりしました。すっきりしましたよ。めっちゃすっきりしましたよ。要はね、僕たちがやらなくてもいいことが明確化したんで、要は在宅秘書とかに全部振りましたね。あ、なるほどね。やりました。あ、じゃあここはいらんってのが分かったんで。あ、なるほどなるほど。じゃあ今まで、まあ、まさにその私の中心のやつで全部やらなあかんっていう状態だったんですね。それがこうプロセスマップ作ったら、あ、終わった、いらんじゃんみたいな。そうなんですよ。結局だから無駄なことしすぎてたっていうのと、自分じゃなくていいし、あの例えばスタッフの幹部とか時代にももっと下の人間でできるなって分かったので、うわ無駄してたねと。それよりもやっぱ僕らにしかできることってあるよね。リード引っ張ってくるとか、例えば対面でセールスとか言って、僕らでしか今スキル持ってないよねっていうとこにやっぱ強化しようっていうのがすっごい明確化しました。例えばその振った業務とか、例えば何ですか。はやっぱりあの、まあ、いわゆる事務方の作業なんですけれども、例えばねこう顧客から あのメールの対応とか事務員でやってもらってたんですけど、例えばコンバージョンがあった後の入金 あの申し込み完了メールだったりだとか、あとサンキューメールとかティザーとかってね、こういうのってやっぱりあのセールする人がやらなかったらですね、売り上げに直結するから俺らがやらんとあかんよねと思い込んでたんですけど、実は全然人によって良かったとか勝手に思い込んでただけなんですよ。でしかも振った方がパフォーマンス上がったんですよね。ああなるほど。あの振る前っていうのは結局自分でやらなあかんと思ってたから、もうヒューマンエラーが出て申し込み来てんのに完了メール送るの忘れたとか。マジですか。あったんですよ普通あかんやん思って、いやお前もっと働けって言ってて、働けってしか言えなかったんですけど、いやと。でもそれだから、でもなんで何が悪いか分かってなかったんで、順番にこう見返してみて、だってでもだからもう慢性的に僕らはセールスをしまくって客層を増やしまくって営業を立て続けて疲れ果ててたんですね。なるほど、ね、そんなありえへんミスも出てるレベルまで来てるので、行かなかと行かなかっていうので一点もあれもありますけどね。結構もう、まあ、今完了メール送らなとかそういう結構勝負ないミスが結構出てたんですか。もう出ちゃいましたね。へ、結局だからそこをいやもう振らないといけないフェーズに入ってたのに振り方が分からなかったんです。なるほど、ね、それを一致に教えてもらったっていう感じですね。あ、なるほどな、ね、うん、プロセスマップ見えることによって触れたりとか。そうです、明確化していって、あとはそのコミュニケーションがむっちゃ取りやすくなりましたね。こうチーム間での結局プロセスマップって誰がどの業務に責任を持ってるかって明確化させていくじゃないですか。でそれでこうどういう順番で誰に聞けばいいのかっていうのも分かってないので、あーなるほど、結局だから一人の仕事できる子が全部のフローをやるんですよ最終的に。で結局じゃ あの分からへん方も誰に聞けばいいのか分からないし、次誰に任せるべきか分かってないから、どこから仕事来るのか分かってないから結局一人でやるしかないみたいな。なるほどね。これがね解決できたんですよ。なるほどなるほど。でかいんですよこれが。これ今誰やってるか分かんないんだ。そうなんですよ。で次誰に聞いても分からない。仕事はだから終わってるし、次に振ればいいのに振り方分からないとか、そういうレベルで困ってたんですよ。へー、うん、なるほど。ちなみにそれって、まあ、それが明確になって
なんかその働く時間とかって結構変化ありましたわ。もうそうですね、まあ、僕で言うのであればやっぱ現場に僕は出なくてよくなりましたし、うん、あの結局セールスの方もフローチャートに作っていったので、うん、どこにここさえやってりゃ売れるとかっていうところもメーカーができたので、まあ、だから僕で言うのであればスタッフに任せることができます。で、一番上の幹部の子とかも自分でやらなくていい仕事がたくさん分かったので、あのもっとじゃあ会社を早く大きくするために必要なことに幹部も参加することになったので、僕にしかできなかった仕事に2人3人と入ってきてくれるようになったっていうので、あの会社自体が全部上に1個上がったっていうような印象がありました。なるほどな、なるほどな、なるほどな、ね、逆にね、あのそのまあリッチに出会う前の状態、うんうんうん、なんていうかな、その仕事の仕方とか、はいはいはい、まあ、仕事やっててどんな感じだったんですか、どんな感じだったんですか。いやー、イライラですよね。ついてましたね。ムカついてたの。そう、おー、俺の仕事何これ、こんな俺じゃなくてできるやん、なんでやらへんねんって言うけど誰に言おうみたいなとか吐き口ないですか。とか、いやもうそれもやっぱ明確してなかったんで、ね、あ、なるほどね。それがプロセスマップが書かれてるし、もうそこもなかったですし、あとやっぱ遅いなと、振ってんのに全然上がってこへんけどどうなってんねんって言ったら僕もわからないですね、誰がわかんないみたいな感じでもぐちゃぐちゃですよね。いつこの、あのプロモーションじゃ始められんのみたいな、うん、なあって言ってなあ分かってんのどこれだけで誰もわからないみたいな、僕もわかってないし向こうもわかってないし、とりあえず僕がただ怒ってるだけ、なんかもう根性論みたいな感じでほんまにでしたね。昔はずっとそんな感じでした。ぐっちゃぐちゃでイライラずっとしました。ずっとイライラしてた。ずっとイライラしてました。あれですよね、だからイライラしてても嫌ですもんね。だからですね、もうだからもう結局まあ僕がやったらできますけど、そうじゃないやんと。そうじゃないです。僕は僕 のことしかやらへんから強いんやっていうこともずっと思ってたので、うん、でもやっぱそれをできる環境が作れてないからどうしたらいいんやろうかっていうのはひたすら迷ってましたね。なるほどな。結構その、まあ、プロセスとか、まあ、チームでやるってところで結構、はい、あったと思うんですけど、他になんかその、まあ、チーム作っていく上でリッチから学んでこれが良かったとかってあります？まあ、やっぱりこうリクルートのね、人だから選ぶっていうところの話だと思うんですけど、結局なんかどういう人が優秀な人材でどういう人がそうではないっていうところもやっぱ教えてもらったので、あのやっぱり会社を大きくしていこうと思ったら人を入れないといけないわけじゃないですか。なのでその人を選ぶってなっても、いや誰にしようとなんか君可愛いからやってみるみたいな、ダメじゃないですかこれ、もうめちゃめちゃ可愛いからやろうよとか、ダメじゃないですかこれ。でもまあそうなので、ね、じゃあ逆に優秀な人ってどういう人なのっていう、でなおかつそういう人ってどういう人についてくるのっていうのをリッチに教えてもらいました。リクルートリクルートの話では自分の人材を育てるだったり右腕を作るとかって、うん、あのモジュールどっかにあったと思うんですけど、 あそこはもうやったんですよ。で人はね集まるんですよ、まあ、一緒にやりたいって人はまあいっぱいありがたいことが来るんですよね、うん、でこの前もだからあのメールマガジンとかでもやっぱ講師が足りないので会場回せないから、うん、いつメール回すと大体まあ40人ぐらい手を挙げてくれて、すごいですね、まあ、人気者やな俺はははははって思ったけどいやどうしようみたいなここから先分からへんっていう時にリッチ そのまずだから自分がどうであるのかっていう、結局だから優秀な人っていうのはあのビジョンとか情熱にがまず自分がこうですよ、だからうちにこうこうこうってやるべき姿を言わないとやっぱりまず向こうもどうしてかわからない、だからその労働時間だとでお給料はどうのこうのっていうところはやっぱり上辺であって浅はかなとこなんだなっていうところをリッチに教えてもらいましたね。ああなるほどね、あの辺の話すごい良かった。結構今その採用の時、まあ、ビジョンとかをこう言うようにしてるみたいな感じですか、うん、あもうビジョンがそもそもちゃんとなかったんで、あの帰りの新幹線で作ったんですよ、セミナーの。あそうなんですか。へこれないと思ってもできるとこはこれもやろうと思って帰りの新幹線で作って、であのみんなに聞いてどうするって言って、これ俺叩きであげるしみんな意見ちょうだいって、ここもうちょっとこうした方がいいですみたいな感じでうちの幹部の声で話し合って、みんなでうわこれ燃えるよねってのができて自分たちのビジョンにしました。あなるほどな、なるほどな。でそのビジョンを作って今それを元にこうやってます、やってます、やってます。やっぱり何を言う時も自分たちはここに向かってるんだっていうのが分かったので、やっぱり団結力が増した気がしますね。もともといた子もやっぱり自分が今例えばお客さんに白木さんのやり方教えてるけどこれは何になんねんかというところに対しての答えも分かりったので、よりこう
なんていうかカチンとか固まった感じはしますし、新しい人も藤井さんのとこでこういうとこでこれにやっぱ共鳴するから僕は行きたいですっていう感じで、いいのがやっぱりねキュッて引き付け寄せられるキュッてキュッてくるようになります。それなんかごっつい感じか可愛い感じでキュッってくる。まあ確かにね、まあ、来るのは男ばっかりなんで全然面白くないんですけどいやでもそれに共感してくるってことは結構なんていうかな、はい、ガッツがあるっていうか。いいですよ。だからこの前もね、もう余談ですけど、むっちゃ入ってきた子、いきなりもうね、2週間ぐらいで講師になりましたからね。2週間で講師だったんですか？2週間で人前で喋ってらせるようになりましたんですよ。これ、ね、普通2ヶ月か3ヶ月かかるし、下手しどんなに教えてもできひんね、うん、よろしくない子もいるんですけれども、その子はだからそんなに興味深く入ってきてくれて、やってきたかと思ったらもう急に現場回してるみたいな。へ、君は早いねみたいな感じで君はそんでコンテンツ上げるのも早いねみたいな、素晴らしいね言うて分かったんですよ。すごい、それいい人入りましたね。いい人入ってうわー楽やー思ってすっきりしたみたいな、やったーみたいな楽やー思ってほんまなりましたね。そういう人が集まるってのはすごいですね。楽ですね、やっぱ楽っていうか良かったです。それをだから聞いてやって表に出して、よっちってのはこれだからこういう目的であるから、逆にもまあお金ももちろんお支払いしますけど、金が欲しいとかいらないですから言ってる中の僕の動画を見た人に腕来るのでいいんですよ、ね、なるほどね。いいんです。それをだから言うべきなんだっていうこともリッチが教えてくれた。なるほどな、なるほどな、はい、じゃあ結構そのチームの作るにあたって結構大きい影響があったって感じですね。そうですね、ありましたね。チームを作っていく中でもありましたね、うん、まあ、今なんかそういうふうにチームも作ってって、はいはいはい、なんか藤井さんの中で、まあ、まあ最初ぐちゃぐちゃやってた時と今でなんかこういうのが違うってあります？はい、まあ、チームぐちゃぐちゃと変わると、まあ、まずもちろんですけど僕の働く時間はもちろんかなり減りましたね。あ、そうです。無駄が減ったんでやっぱり。あ、なるほどね。で考えてること無駄なことを考える時間がすごく減ったので、結局だから今僕は自分の会社の社長としてやるべき仕事ですよね、まあ、今だから僕の、ね、ビジネスの大きさだったらやっぱ新商品とかなので、そこのフェーズに本当にすごいコミットできる時間が膨大に増えました、ね、あ、なるほどね。あとは、まあ好きな時に休めるし、休んでても全然仕事のこと気にならへん。なぜかというと明確化してるし、誰がどこで泊まってるかとも分かるからですね。あ、なるほどな、なるほどな。分かんないと不安ですもんね。そうね、分からんことが不安なんですよ。何が分からんかも分からんしみたいなとこで分からへんし、すごいね慕ってるスタッフやのにイライラしてしまったりとか、遅いっつって、でもめっちゃ一生懸命頑張ってるの遅いよって怒ってね、っていうのもやっぱ減りましたよね。あ、なるほどな、なるほどな。とかあとはやっぱ人を入れないといけないっていうマインドセットも分かったんですよね。結局僕はセールスマンだけ入ってればいいやと思ってて、講師を育ててセールスさせるだけでいいと思ってたんですけど、でもやっぱりでもバックグラウンドとしてこの、まあ、ジムだけやってくれる、また在宅の倉庫さんみたいな人とかもやっぱ入れないといけないですよっていうのをリッチ教えてくれたんで、そっちにやっぱりお金を使うマインドセットもできましたね。で、そっちにやっぱお金使うとやっぱより楽になりましたし、あ、なるほどね、めっちゃ楽になりました。なるほどなるほどなるほどな、大きな変化。大きい変化ですよ。なんか違う、今までとは違う変化な感じですよね。もう全然違いますよ。もう、まあ、今だとその売上系が結構あったと思うんですけど、うん、なんかその働き方みたいな。あ、そうですね。でも例えばまあ月1000万とか売っててでも、その1000万の中身が違うみたいな感じですよね。あ、というと？要はだからね、月30日あって30日間死ぬほど働いて生まれたキャッシュなのか、まあ、なんか1週間ぐらいだけやいやいってやったらできたっていうぐらいの、なんかやっぱ売り上げには見えない裏の、なんていうんですか、パフォーマンスだったり働く時間だったりとか質ですっていうところがものすごくよくなったので、いいですよね。そういう面ではこういうことやっぱ教えてくれるね、こういうことまで教えてくれる人ってやっぱいないと思いましたね。なるほどね。なんかまあチームビルディングとか働く時間とかあったんですけど、はいはいはい、まあ、そのリッチのビジネスとかを学んでって、うん、なんか他になんかこういう変化があったのかってありますか？いや、てかもうめちゃめちゃマーケティングをやってはる方確かにね、ですよね。まず普通、まず大前提としてはもうリッチ・ヘレンはもうすっごいマーケティング上手で、まあ、当然ですけど LTV がフロントのかける広告で作ってたっていうところもやっぱりまず復習できたというか、違う人の違う言葉で言われることが新しい
あの気づきだったり発見になることがすごく多かったですね。小川さんの言葉とリッチの言葉の違う、同じことを言ってるけど違う方を来ているので、あ、なるほど、はいはいはい、よく分かった、はいはいはい、っていうのがまず1個目で、あとはね、ちょっと完全に忘れてたんですけど、やっぱ強みですね。あ、これほんまにもう、ごめんほんま忘れてて言って、これはもう一番リッチのあれなのに、もう僕がすっとボケてて申し訳なかったもんな。いや強みねえ、ほんまプロセスマップ、プロセスマップ強みやろっていう、ほんまにあれはもうね、はい、あれはもうあれです。俺の強みの結果ネクラってことが分かったから、帰りのあれでへこんだの、急に2日目から調子悪いんですもん、俺ネクラやんみたいな。うん、ネクラじゃないけどね、適応性ない、協調性ない、コミュニケーションしちゃう。まあ、よく読んでてみたらちょっとなんか違ったりもするんですけどね、そのニュアンスが。まあ、でもあの強みと弱みの話はもう誰もがこう、ああみたいな。そう、あんなんビジネスに関係ないってまあ普通は思うんですよ。特に僕ってやっぱそう思ってなかったんですよ。あ、そうなんですか。強みなんて、はぁやと。走れるか走れないのみたいな感じの感じじゃないですか。だからもう最初って、うん、とりあえずも一生懸命やって、あのなんかマーケティングでお客さんにお金払ってもらえばいいんやというのだけでやってたんですけど、でもやっぱりこのリッチの言ってるこう強みっていうのが入ってくることによって、なんていうのかな、より自信が湧いたというか、なんかより確信できたって感じですね。何をすべきかっていうのが、強みを自分のことが分かったので、強みすごいですね。なんか、まあ、強みとその弱みの話聞いて、強みは結構パッて分かったというか、うん、まあ、これやなみたいなやつがあったと思うんですけど、うん、その弱みの部分をまあ知ることで何か変化とかってありました？やっぱり、まあ、もうリッチが言ってるままで、弱みの部分はもうやらなくていいやと。なるほど。結局なんか弱いとこも頑張って伸ばす、なんかオールラウンドプレイヤーにならなあかんのかなっていうことを昔思ってたんですよ、うん、結局なんかね、メールのめんどくさい自分作業もやらなあかんし、お客さんでも上手に喋れなあかんし、コピーも書けなあかんしっていう風に、まあ、ビジネスのオールドラウンドプレイヤーにならなあかんと思ってたんですけど、そんなことなくて、結局自分の苦手なとこはそれをむしろ得意な人に任せていった方がパフォーマンスが高いっていうことを思ってくれたし、あ、リッチは教えてくれたし、やっぱりこう強みじゃないとやっぱ続かへんとか、 あとやっぱり強みじゃないともうやっぱこう情熱が注げないとかっていうらへんは、すげえいいことを聞いたなっていう感じですね。なるほどな、なるほどな、うん、強みと弱み、まあ、チームビルディングと、まあ、その強みの話と、はい、強みはでかいですね、やっぱり。あ、強みでかいですか。強みでかいです。あの強みって何かって言ったら、リッチが言うにはなんか半分ぐらいの力でやるのに人よりもなんか倍以上の成果が出るとか言ってたりとか、なんかこうトランス状態になってしまう、面白くてどうしてもやってしまうみたいなこととか言ってたりするんですけど、結局自分の強みが何かっていうことを、まあ、その BJ さんやってることが分かってくるので、もうそれいうことなんやってことですよね。そんなことを教えてくれると誰もいないじゃないですか。 そうですね、もうそこが分かってから、よりあ、もうこれだけでいいやと俺はみたいな感じが分かったので、また楽になりましたね。また楽になった。ビジネスの大きな仕方がまた楽になったし、結局なんかね、ライティングとかで文章でやっぱりコンタクトを取らないといけないのかなみたいな感じで思ってたんですけど、そうじゃないやと。結局僕っていうのは喋ることだし、喋るってことのパフォーマンスをもっと高めることにコミットすれば、もっともっとだから収益大きくなっていくし、お客さん引きつけられるしっていうことなのかなっていうふうに分かりました、ね。はあ、なるほどな、なるほどな。あれは良かったですね。なんかリッチ学んでて難しいとかってありました？リッチシェフレン自体はぶっちゃけ、あの独立しようとかっていうステージの人はもう全然いらないですね。ぶっちゃけな話ので、やっぱり僕が自分自身欲しくなったタイミングって、やっぱり売り上げが立ってて、まあ、販売は分かったと、販売が分かったけど、やっぱり自分自身の質が低いし、うん、あのなんか大きくしていく中では並べた人を雇うとかって、でもやっぱ次のステージじゃないですか、事業の中で、ね、っていう話だったりだとか、あとやっぱ業務をこうマニュアル化していったりとか、フローチャートとかプロセスマップを作るのはやっぱ次のステージだと思うんですよ、うん、そういうようなところに行く人はもうあれ以上適した教材はないのかなっていうような感じで、うん、まあ、やっぱだからそういった意味でそういったステージまで達してない人がやってもまあ意味ないよねみたいな感じは思いますね。あ、なるほどな。結構いろいろ聞かせていただいたんですけど、はい、最後に聞きたいのは、はい、うちに会ってなかったらどうなってたと思います？いや、多分なんか
普通の男の子でしょうね。普通のよ、めっちゃ普通の人に来たら普通の男のよう喋る男の子みたいな感じじゃないですか。いや、やっぱりダイレクトさんはね、僕本当大好きですけど、やっぱかっこいいんですよ。ちょっとやっぱりね、仕事の仕方だったりだとか、出してるコンテンツにやっぱプライド持ってはるなだったりだとか、やっぱこう小川さんとかにやっぱ皆さん引きつけられてきてるんだろうなっていうのだとか、いろいろ見てて感じるとかたくさんあるんですけど、やっぱこうなんか一生懸命やってない人ってなんか僕嫌いだし、なんかやっぱり仕事をするのであれば一流の人と仕事をしたいっていうふうにやっぱり昔から思ってたんですけど、まさにそのダイレクトさんっていうのはそれを見事に全てやってはるなっていうのが、やっぱりね、かっこいいですよね。ありがとうございます。あとやっぱ業界でやったことないとか初めてのことを果敢に臨んでいくじゃないですか。勇者ですよね、物語って。こうやって剣持ってこう洞窟の中わーって行くじゃないですか。行ったぞみたいな、剣こんな短いのにみたいな感じで行きよったみたいな感じが、剣じゃなくてナイフみたいな、そう行きよったみたいな感じがやっぱりかっこいいですし、やっぱこう西野さんとか、ね、萩原さんとかとなんか遊ばせてもらってたりすると、やっぱりこう喋ることとかも普通の25歳とか27歳と違うじゃないですか。ああ、ね、いないもんね。いないじゃないですか。でそういうとことかもやっぱりこうね、出してるコンテンツを出す前に自社でちゃんとやってるってことですよね。人の雇い方をなんかいろいろなんか本で売りさばくだけの人はいるけど、でも自分がちゃんとやってから人に売るっていうフローを必ずちゃんとやりますよね、だから自社でリクルートがうまくいってきたから、ああいうなんか、ね、本を出したりとか、あとなんか小川さんとかがリッチやってよかって、それでなんか僕たち売ってくれるとかっていうこと、絶対そうちゃんとやるじゃないですか。あの辺はだからもうほんまにプライド持ってちゃんと、だからただ儲かればいいとか、ただなんか有名になればいいっていうとこじゃなくて、ちゃんとしたいいものを最適なマーケティング手法で売って顧客を成功させるっていうところを、これほどまでね忠実に再現されてる会社ってやっぱあんまないんじゃないですか。なるほどね、なるほどね。やっぱあとは関西だし、ほんまやったら東京とかでやっぱあれでケース多いでしょ、ね、東京でやっぱり本社があってやったら東京まで行かないと俺京都は人多いな思ってたら大阪近みたいな。それもめっちゃ嬉しいです、ね、あんまセミナーしないけど。めっちゃ嬉しい、まあ、東京でセミナーもやられますけど、まあ、やっぱりねそういうのは、ね、同じ関西圏でこんな会社が近くにやってるもう幸せもんだと思います。なるほどね、ありがとうございます、うん、まさかなんかいろいろとなんかまあ起業してから、まあ、治療院どうやってまあちょっと繁盛させるのか、まあ、どうやってセミナー集客してきたのか結構いろいろ聞かせていただいて、はいはいはい、いやなんか本当にすごい参考になったというか、いえいえいえ多分これ聞いてる方も結構いろんな方いらっしゃるんですけど、まあ、コピーの話とか、まあ、まあリサーチの話とか多分すごい参考になったと思います、今週、まあ、ポッドキャストについてはこれで終わりにしたいと思います、はい、藤井さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。